の膨らんだまん丸お腹の女の子。ポニョ、翔介、好き。여러분안녕하세요성우가게아마리사입니다오늘소개할작품은벼랑위의포뇨입니다스튜디오지브리의미야자키하야오감독님의오리지널작품인데요먼저줄거리부터소개할게요5살의소년소스케와우미메의마치의가게의위에立つ일軒家で暮らしていました。ある日海岸で空き瓶に入り込んでしまった小さな魚の女の子を助けます。ソウスケはその子にポニョという名前をつけて自分の家へ連れて帰ります。ポニョはソウスケを好きになり、ソウスケもポニョを好きになるのですが、ポニョは父親によって再び海の中へと連れ戻されてしまいます。人間になりたいポニョは妹たちの力を借りて再びソウスケのいる人間の世界を目指します。危険な力を持つ命の水が撒き散らされ、海は膨れ上がり、ソウスケのいる崖へ大津波となって押し寄せます。そして津波は町を丸ごと飲み込み、海の中へと沈めてしまいます。동화적인요소가이노콘주를떠올리기도하는작품이었어요지브리작품답게그림체가너무귀엽고또포뇨의귀여운못반장면도많아서힐링을할수있는애니메이션이에요참고로포뇨는소스케가지어준물고기소녀의이름인데체형이번역도시ている가라포뇨라는이름을지었다고합니다이번역는뭔가뭐푹신푹신하고부드럽고귀여운그런이미지가있는어감이네요그런데이런귀여운포뇨애니속에도괴담이있는데요포뇨가쓰나미를몰고온존재이고마을사람들전체가포뇨때문에다죽었다는설이있습니다큰쓰나미가마을전체를덮친뒤여태까지걸릴수없었던할머니들이갑자기건강해지는장면같은것을보면뭔가이작품에는그냥아이들의동화가아닌다른메시지가숨어있는느낌이들더라고요여러분도시간되시면다시한번보셨으면좋겠어요그럼오늘은포뇨의노래가사를함께봅시다ポニョポニョポニョ魚の子青い海からやってきたポニョポニョポニョ膨らんだまん丸お腹の女の子魚の子일본어로물고기를사카나라고하는데요바다에있는물고기도사카나라고하고먹는생선도사카나라고해요아오이우미からやってきた아오이우미는푸른바다가라는에서라는뜻이고요やってきた는다가왔다찾아왔다라는뜻이에요彼は宇宙からやってきた宇宙人だ。両親が田舎からはるばるやってきた。이렇게씁니다。膨らんだ는부푸름이라는뜻이에요。원형은膨らむ、부풀다입니다。탄が膨らむ、風船が膨らむ이렇게씁니다。まんまるお腹の女の子。まんまる는아주동그랗다라는뜻인데요그냥동그랗다고할때는마를라고합니다오나카는배라는뜻이에요오나카가수이다오나카가이타이이렇게씁니다온나노코는여자아이라는뜻이에요남자아이는오토코노코라고합니다네오늘은포뇨의가사를소개해봤습니다마지막으로오늘은포뇨가맛있게먹었던라멘먹방을직접따라만들어보려고해요끝까지봐주세요